思議な絶景です。ゴムボートが滝壺に近づく唯一の手段なのですが、風速20メートルの強風に阻まれ、これ以上は近づけません。落差100メートル、この豪快な滝が夜別の顔を見せてくれます。滝の下に注目してください。月明かりを受け現れたのは虹です。ルナレインボー、満月の前後3日間だけのファンタジーでした。